さあ、じゃあ最後のね、第6章、ファイナンシャルプランやっていきましょう。まずですね、私たちは使い道っていうのも非常に重要です。お金の運用っていうと、皆さん増やすっていうのをイメージするかもしれないですけど、運用っていうのは使い道のことも表してますから。で、私たちは生活していくためには収入が絶対必要ですね。収入が入ってきたら、まずいろんなことに使います。で、前半でやったのがこの増やすですね。将来のためにお金を増やしてインフレなんかに備えましょう。で、もう一つのカテゴリーが守るなんですよ。病気や、ね、日本で暮らすって結構大変ですよね。地震、台風、水害とかいろんなことが起きます。で、まあ、個人的にはね、病気や怪我、交通事故とかいろんなことが私たちの身の回りには危険が潜んでます。で、そういうことが起きたとしても自分のお金が減らない工夫をすることが守りなんです。で、ファイナンシャルプランの順番は守りを固めてから攻めに出ると。これが正当な順番です。じゃあどうやってやっていくのか、プロセス。1番、現状の家計を把握する。これ重要です。で、2番、ゴールを設定する。ゴールっていうのは皆さんそれぞれの何のために、誰のためにね、お金増やしたいとかお金守りたいのかっていうのを考えることです。で、3番、ゴールに合わせてお金管理します。で、4番、ゴールに合ったプランを作って実践します。で、5番、必要に応じて見直しをすると。ちょっと一つ一つ見ていくと、現状の把握っていうのはこの2つやります。キャッシュフローとバランスシート。で、キャッシュフローっていうのは皆さんの家計のね、お金の流れのことです。収入引く支出が貯金ですよ。これお金の流れ。で、バランスシートっていうのが皆さんが今持ってる資産を整理することです。例えば何銀行にはいくらありますよとか、何証券にいくらあって何とかっていう株をいくら分買ってますよとかね。で、あと資産っていうのはプラスだけじゃなく借金がありますね。住宅ローンいくらですよとか、カードローンいくらですよとか、奨学金いくら持ってますよみたいなね、そういうの全部書き出していくこと。じゃあどうやってやるか、記録して分析して見直しをします。で、やっぱり記録するの一番いいのは家計簿なんですけど、これね、やっぱりかこう書いてつける大変なので、今はね、スマホ皆さん持ってますから、まあ LINE のね、家計簿アプリとかダウンロードして何をチェックするかっていうのは支出なんですよ。どこにお金を使うのかっていうのが運用ですから。で、それがある程度つけられたら、今度自己分析しましょうと。浪費癖をチェックしたり、無駄遣いチェックしたり、あと使途不明金とかね、そういうのもだんだん分かってきます、つけていくと。じゃあそこで見直しをかけましょうと。不要な支出は減らして、こういう期間にね、固定費の見直しとかできるといいですね。まあ、私の例で言うと住宅ローンね、以前見直ししてすごいいい結果が得られました。当時 3.3% の住宅ローンを、新生銀行の、ね、住宅ローン 1.4% っていうのにね、切り替えたんですね。そしたらそこから先払うはずの500万が減りましたから、これもしやってなかったら500万多く払うことになりました、ね。で、あと、まあ、最近の人はね、皆さん絶対スマホ持ってますんで、その携帯代、 Wi-Fi 代、プロバイダー代とかね、こういうの結構かかってるんですよ。で、私もね、必ずこの話しますんで、自分でもやりました。 iPhone から Y モバイルに携帯変えたんですよ。そしたら8000円が3000円になったんです。で、ここで5000円浮きますよね。で、この5000円を、まあ、お小遣いにしてもいいんですけど、お小遣いにしたらなくなっちゃうんで、その5000円で積み立てをしていくわけですよ。そしたら前半でやった方法で2倍3倍に増やしていくということができます。で、お金を貯めるコツはこれです。収入引く貯蓄が先で、後が支出ですよってことです。先貯蓄をするということです。で、こっから先が一人一人違うんですよ、ね、収入も違うし、支出はね、一人暮らしの人と4人家族の人では全然違うしね。で、もうね、特に支出が重要です。で、じゃあいくら先に積み立てができるかっていうのをね、支出が分からないと決められないわけですから。で、ここから何が違うかっていうと、すでに貯金がたくさんある人は、
こっから先の貯蓄を普通の貯金してもしょうがないわけですよ。もったいない。利息つかないから。だからじゃあ、これからの貯蓄は全部資産運用しましょう。でも、じゃあ、まだ預金も少ないと。でも資産運用もしてみたいという場合は、じゃあ、いくらを貯金にして、いくらを資産運用にするのかっていう、この割合ですね。まあ、こういうのもしっかりやっていくと。でこれをね、自分一人で決めていくのがなかなか難しいんで、まあ、私みたいなプロと一緒に、ね、じゃあどういうふうな割合でやっていきましょうっていうのをやっていくとね、うまくいきますから。じゃあ、現状分かりましたと。そしたら次ね、ゴールを設定します。何のために、誰のために。ね、こういうのを目的と言います。でこの目的が分かってきたら、目標に切り替えていきます。目標は具体的にします。測定できます。達成できるかどうかチェックできます。なので、数字を使わなきゃいけないんですね。例えば、こういうゴールがあります、ゆとりのあるセカンドライフにしたい。定年したら、毎月温泉巡りができるぐらいのね、余裕が欲しいと。でも、これね、言葉だけだと、じゃあいくら作ったらこれがね達成できるか分かりませんので、数字を入れてね具体化します。具体的にこの人は60歳で退職定年したいと。で65歳まで無年金期間、毎月の生活費30万の暮らしがしたいと、ね、でそれを退職金を当てにしないで作りたいと言ってるんですね。30万の暮らし5年するってことは1800万必要なんですよね。結構かかります。でそれを測定していきますね。でこの人は退職まであと30年ありますよということは、今ね30歳ってことです。でこの30年間で1800万作るってことは、毎月5万円の貯金さえできれば、これゴール達成できるんですよ。でこの人にねこれをお伝えしたんですね。あなたの場合は5万の貯金さえすればこのゴール達成できますよと言ったら、この人はこう答えました。老後のためだけに5万の貯金なんてできませんよと。あ、そうですか。じゃあいくらならできそうですかって聞いたら、3万ならできると言ったんですね。でも3万を貯金しただけじゃ1800万になりませんと。うん、困りましたと。そこで出てくるのがさっきやったポートフォリオ運用です。ね。ここでは 3% 運用できればゴール達成できます。3万 3% で1800万達成ってことなんですよ。ね。でまあ、一番重要なのはね、どの投資信託を使ってやるかってことなんですけど、ゴールの考え方はこんな感じです。でもう一つ重要なのが、さっきやりました3万 3% の、ね、ポートフォリオを作って、スタートした瞬間にゴールは達成ってことなんですよ、ね、さっきやったこのブレのやつ覚えてます？ギューッとなる。もうこれがやる前から分かってるってことは、スタートした瞬間にゴール達成っていうことになります。よくないですか？じゃあ皆さんどんなゴール持ってますかと、ね、こういう機会に一回考えてみてください。何のために、誰のために。じゃあゴールもできましたと。そしたら次にお金を管理する方法をお伝えします。それはお金の管理って、ね、時間であります。短期、中期、長期。で今ね、人生も本当に100年時代になりましたので、短期は5年以内です。もう私ぐらいの年になるとね、5年って本当にあっという間に過ぎますから、もう私もうすぐ55になるんですけど、50代ね、本当あっという間、この5年。例えば短期っていうのは、日々出入りするお金を管理する場所です。で、ここで重要なのは、緊急予備資金っていうのもちゃんとね、普通預金に入れておいてください。で、イメージは、皆さんの生活費の半年分です、6ヶ月分。例えば毎月20万で暮らししている人は、普通預金に最低120万常に置いておきましょう。でその上にお給料が入ってきたら1回増えますよね。でも使ってまた減ると。でも常に120万はキープするように していくってことです。でここで重要なのは流動性って言って、いつだってお金が使えるような状態にしとかなきゃいけないので、だから普通預金なんですよね。いつでも引き出せる。ね、24時間。ところがね、私ね、13年 FP やってきて分かったのが、この普通預金にですね、何百万何千万って置きっぱなしにしてる人がなんと多いことか。ここの金利言っときますと 0.001% です。ということは100万円置いといて1年間で10円の利息しかつかないんですよ。
でしかもそこからね、国は税金をガツンと持っていきますので、実際は8円しかつきません。100万円で8円しか生み出さないってことです。じゃあ次見ていきましょう。中期、中期はね、だいたい5年から10年先ぐらいのイメージで、安全性に注意して管理しましょうと。でここはね、基本的に使い道が決まってるお金を管理します。だから教育資金とかね、住宅のリフォーム資金作りとかにが当てはまります。なので普通預金よりはちょっといい金融商品、定期預金、前半でやった国債で、国債もちょっとリスク取れる人は外国債ですね。でもっとリスク取れる人が積立 NISA じゃない、普通のね5年 NISA っていうのをやる。じゃあ最後が長期です。しばらく使う予定のないお金、ここで言ってるのは10年です。10年以上使う予定がないんだったら収益性追求しましょうと。それはなぜか、インフレですよ、ね、物価って一定じゃない、変わっていきます。基本的に物価は上がると思っててください。で物価が上がらないと経済成長ってしませんからね。ちょっとね、最近あってショックだったのが、この前マクドナルドに行ったらですね、この座ってるテーブルにね、アルバイトの募集のシールが貼ってあったんですね。高校生930円からって書いてあるんですよ。私が高校生でマックやった時は450円でしたから、約30年で、時給が倍以上になってるってことです。それが経済成長です。だからそれに合わせて物価も上がるってことなんですね。じゃあそこについていくためには、だから最低 2% 運用です。投資信託、外貨、ね、保険会社の商品でいうと個人年金や変額保険で、確定拠出年金とイデコは一緒ですね。あと積立NISA、こういうのが長期商品です。なのでその、ね、自分のゴールに合わせて使い分けが必要なんですよ。貯めると増やすは別ですよってことです。こちら貯める、こっちが増やすですからね。じゃあ管理の仕方も分かりましたと。そしたら次がいよいよ実践です。例えば私たちは日本に住んでますから、アメリカに行くのがゴールだとしたら、まあ、船でゆっくり行きます、飛行機で一気に行きますと。でこれをファイナンシャルプランに置き換えると、どの手段、これが手段ですね、を使ってどうやって達成させるのかっていうことです、ね、船ゆっくり行く、じゃあ定期預金でいいのかな、飛行機一気に行く、株式投資かなみたいなね、手段はいろいろありますから。で難しいのが、人生ってね、思い通りにいかない時があります。ゴールが変わるっていう場合、その時は手段も変える。まあファイナンシャルで言うと金融商品の見直しが必要かもしれないっていうことですね。はい。でね、さ、こういう話を聞いてもですね、今やんなくていいやって思う人がいるんですけど、先延ばしにするっていうことはリスクなんですよ。タイムイズマネー、お金と時間は実はイコールです。例えばこれね、先ほどの人のゴールで1800万作ると、ね。で、ポートフォリオ運用 3% できるとします。そしたら、30年時間ある人は、毎月3万円の積み立てでいいんですよ。3万 3%、1800万、ね。さっきやりました。で、ここで10年、もう何もしなかったと。残り20年になっちゃいました。そしたら、毎月5万5千円。3%、1800万。でまた10年サボると、10年しかもう残り時間がないと、毎月13万 3% 1800万です。でここで重要なのが、じゃあいくらの元本がかかったかっていうと、30年時間の人は1080万を1800万にしてるってことです。で20年だと1320万、10年だと1560万ということで、これが何の違いかっていうとね、複利の長さなんですよ。お金がお金を生む時間が長ければ長いほど、少ない金額で大きくできるということです、ね、だからこれ10年サボったら、だってこの240万損してるわけですから。だから先延ばしにするっていうのはリスクですよっていう、そういう意味です。だから思い立ったら吉日っていうね、言葉日本にありますから、ね、今すぐです。で、日本にはね、様々な金融商品があります。リターンとリスクの関係で、預金はもうローリスクローリターン、その上に個人年金や外貨建て生命保険、そしてイデコと確定拠出年金、積立NISA、ここは投資信託ですね。で株式そのものっていうのは1社を買うことになりますから、リスク高いわけです。
でもっとリスクが高いのが先物取引 FX とか暗号通貨とかね、いろいろありますけど、それはお勧めしません。だからこういう金融商品をどうバランスよく持っていくかっていうのがね、ポイントってことになります。はい、じゃあまとめ、なぜ資産運用が必要なのか、大きい3つの理由。1番インフレです。インフレが起きちゃうとお金の価値が減少します。2番少子高齢化はもうこれ決まってますね。なので年金減額や先延ばしの可能性。で3番銀行に預金してもお金は増えません。どうすればいいのか、ね、一度もこのセミナー聞いてる人も多いんですけども、もう一度ね個別相談してみたいということはね、遠慮なく言ってください。で初めて聞いた人はね、今日知識ついたと思います。だけどまだお金は増えてないんですよ。とにかく実践が重要です。でそのサポートはね、ずっとしていきますから安心してください。で、個別相談ではこういうことをしてますよっていうことですね、マネーチェックシートを使って皆さんの、ね、現状を、ね、把握します。で問題点を明確にして、解決方法は、ね、一緒に考えて、でゴールどうですかと、でそれに合ったプランをアドバイスしますよと、まあ、いろんなものがあると思います。で、遠慮なく相談してください。